カーンの側近く使えるケシクケシクとは、モンゴル帝国において、君主、皇族を昼夜越えした英帯、親衛隊。シクの意味については、諸説あり、カーンからの恩寵を意味するという説が、一般的であるが、近年では、ケシクは、臨番、性を意味する単語であるとする説が唱えられている。資料上では低オフして、ケシク帝とも呼称される。ケシクは、カーンの親衛隊。 軍の精鋭という軍事的側面のほか、官の身の回りの世話を行う火星機関としての側面、将来の国政を担う幹部の養成機関としての側面も有しており、多様な目的を持つモンゴル帝国の重要機関であった。そのため、化粛制度は千人体制度と並ぶモンゴル帝国の根幹となる制度と評されている。化粛の語義については、恩寵の意図する説と、 臨番の意図する説の大きく分けて二通りの説が存在する。化粧制度について初めて体系的な研究を行った柳井渡が音調説を主張したため、一般的には音調説が受け入れられているが、近年では宇野信武によって音調説の見直しが迫られている。戦術したように、日本におけるモンゴル史研究の草分け的存在である、 ナイはルによって唱えられ、以後通説として定着したもの。ナイは現代モンゴル語において、化粛が恩恵、長愛、親切等を意味することに注目し、モンゴル帝国の親衛隊が天使より特別なる恩恵を与えられたゆえにこの名称で知られるようになったとする。この解釈の場合、化粛そのものが親衛隊組織の名称とされ、化粛帝は 景宿に所属する者の,の故障となる。景宿を、輪番の意と解釈する説。現代モンゴル語において、景宿が、恩恵、長愛などのみならず、輪番、万事化の意も有することはすでに、柳井ルが指摘しているが、柳井はこの語義をむしろ、モンゴル帝国時代の新英体制度から派生した、ものであると解釈し、以後、柳井の見解が踏襲されてきた。しかし近年、 ノ野信ロは、同時代のウイグル語文書において、化粧という語が、臨番という意味で用いられていること、またマフムードカーシュガリーのトゥルク語辞典、トゥルク語修正でも、化粧が臨番という意味の単語として記されていることを紹介し、化粧の臨番という意味が、モンゴル帝国以後に成立したとするヤナイの説は、成り立たないことを指摘した。その上で、モンゴル帝国時代以前より、 トュルク系所属の間で、臨番性が存在したと考えられること、それを導入することで、モンゴル帝国における、化粧制度が成立したと考えられる、と述べている。この解釈の場合、化粧という単語はそのまま、臨番、万事化、あるいは、臨番の、版を意味し、これ自体では、新衛隊組織そのものを指さない。ゆえに、宇野信弘は、 モンゴル帝国時代の親衛隊組織を指す際には、当直を持つ人々、輪番を行う人々を意味する、下宿点という語を用いるべきである、と述べている。遊牧国家における、親衛隊制度の歴史は古く、遅くとも、戦費北義の時代にまで遡る。北義の歴史を記した議書には、以下のような記述がある。建国の2年に、 初めて左右近似の職を設置した。常時の定員は決まっていないが、百名に上ることもあり、近中にハベリ宿直し、線や照明を伝えた。いずれも諸部族の大物、豪族、両家の指定で、立ち居振る舞いと外見が端正で厳然たる者、起点が危機弁絶爽やか、再起間髪な者を選抜、採用した。また、内視の長を四人配置し、顧問として、不足の点、 過失を補わしめ、応答させた。若い間の自中、三期常時、建国二年、初桶左右近時の職、無常院、歩いたり百数、侍自家近中、伝染証明。港利諸部大人及び、豪族領家指定義家を単元、機弁再感謝応戦。また、桶内市長四人、守顧門、周囲応対、若い間の自中、三期常時なり。議所巻百十三 監視しここで記される、諸部族の大物、豪族、両家の指定から才覚あるものを選ぶという点、四人の長官を置くという点は、モンゴル帝国時代の景色と全く同じ気候である。北儀では、高文帝の勘化政策によって、戦費族固有のモンゴルウテュルク系言語由来の名称は姿を消し、生死にも記録が残されていないが、帰って敵国であった南朝の師書に、 戦費後由来の職名が記録されている。南西書に戦費後で記される北儀の感触の中には、モンゴル帝国時代の景色と共通するものを生み出すことができる。ここには、ビチクチやケレメチといったモンゴル帝国時代の景色感と同じ名称、職称を有するものがあり、景色の原型がすでに戦費北儀に存在していたことが確認される。 テム人が登場した頃のモンゴル高原ではいくつか有力部族が覇権を競って互いに争う時代であったが、すでにいくつかの部族の長が執しからなる親衛隊を有していたことが記録されている。一方、この頃のモンゴル部では有力士族間の抗争が続いており、テム人の父でキアト氏族長のイエスゲーバートルが死ぬと、キアト氏の民は一時離散してしまった。 弱小勢力であった頃のテムジンに積極的に味方するものは少なかったものの、しかし自らの自由意志でテムジンの人柄を慕って基準してくるもの質師として親に連れられて帰算する者たちもいた。アルラトブのボール中に代表されるこれらの人物は反復常ならないキアとの士族長たちと異なり、テムジン個人に強い忠誠心を発揮し、残ると故障された。 あとにテム人は、モンゴル武器屋都市に衰退されて官となったが、その頃のテム人の勢力とは、13億と呼称される、いくつかの氏族集団の連合体であった。このうち、第2翼が、チンギスカンに直属する軍団で、残るやチンギスカンの指定から構成される、下宿、そのものであった。1189年時点での下宿は、以下の通りである。 1189年時点でのケシクチンギスカンは、自らの勢力を拡大させる過程で、絶対的な忠誠心を許さないキア都市の植林を信頼せず、あくまで自らに忠実なケシクを拡大させる方針を取った。チンギスカンのモンゴルウルスが拡大するにつれて、かつてのケシクたちは一軍を率いる、軍団長となっていき、1203年テム人はいまだ、 モンゴルに服属しない最後の有力部族である内ン部を討伐するにあたって、初めて千人体制度と化粧制度の原型を制定した。この時、チンギスカンは千人、百人、十人隊長の指定から、特に優秀な者を五百五十人選抜し、宿営を八十人、自営を七十人、野党史を四百人設置し、これが後々まで続く化粧の原型となった。 最初の景色町となったボールチュの記念像内万部を征服し、モンゴル高原を統一した。チンギスカンは1206年モンゴル帝国を建国し、国家体制の整備に取り掛かった。チンギスカンは先に制定した景色の規模を大幅に拡大し、1000のコルチ、1000のトルカウト、8000のトルカウトからなる1万の景色制度が定められた。チンギスカンは同時に、 下宿隊員は千人隊長の野谷より上位にあり、両者が争えば民間の方を罰すると語って、下宿の特権的な地位を明らかにし、下宿をジャッケイコルと呼称して、自らの直属軍の中核に位置づけた。また、1206年以前から下宿を務めていた者たちは、この新設下宿の中でも特に徴用され、老宿へ、大事へなどと呼称された。一万を定員とする、 下宿制度はこれ以後大きな改変をこむることなく、大元ウルス末期まで存続する。ただし、宿営、自営、野党史という分類は、現状必死にのみ見られるもので、原子や収支には記載がないため、この分類の正確性を疑問視する説もある。例えば、千の宿営は、体調が一致することなどから、収支における、 チンギスカン直属の先人体に相当する説があるが、収士には、チンギスカンの先人体と化宿もしくはコルチトルカウト、との関係については全く記載がない。また、原始では、県庁筆詞で、宿営の職務として記される内容が、化宿全体の業務として記されており、化宿と宿営、自営、野党史との関係は、不明な点が多い。 1271年に即位したクビライは国語を大元、大モンゴル国と改め、中国由来の官僚制を導入した。しかし、後律するように、大元ウルスの官所のトップは、下宿長が兼ねるのが通例であり、交換のほとんどは、下宿出身者で占められていた。現代の行政システムは、中央官所が出先機関から受けた報告をまとめて、カーンに創上し、 カーンの判断や承認を受けたた上でで実行行に移すといいう流れで行われわていたこの過程中、カーンが報告を受けて、判断を下すとき景色の交換が、側近く使えて保筆するのが通例であり、現代の命令文書には、忘年忘月忘日大景色大何日カーンの、側近くにある、景色イコール交換の列挙という提携文が、記されている。一例として、 以下のような文書がある。おし第二年十一月85日なり、家京節代一日、早や古寺赤なり寺吉上昇、宝寺赤脱寺赤顔大師、白刀佐上昇、赤本町牧寺上昇、昔宝赤玉流町牧寺上昇、札番閉賞、高寺露大三世、大淳史と等由来、高倉学部金総書筆語、片山千九百八十七ページこのように、 大本ウルスの政治の本質は、カーンと、化宿による、側近政治であるという点で、モンゴル帝国となんだ変わりないものであった。大本ウルス初期、クビライトテムルの治世において、漢文文書行政に携わる官僚が多数必要になったため、漢人、南人でありながら、化宿に入隊し、その後官僚になる者も、一定数いた。現代における漢人、南人の士官は、 化粛、理、樹という三流とがあり、全漢人、南人官僚の約10%を化粛出身者が務めていたという。化粛から入り肝する際には7品以上の交換から始まることが定められており、これに反して理、樹として主官した漢人、南人は6から7品の官職までしか進むことができなかった。このため、 現代を通じて様々な手段をとって、景色に入隊しようとする、肝心、南人が後を絶たず、時のカーンはしばしば、肝心、南人の景色入隊を禁ずる命令を発している。また、景色から主観する、者たちの間にもつける感触に格差があり、モンゴル人が、各役所のトップを占め、色メニンがこれに次ぐ交換となり、肝心、南人は、 地方行政長官職を得るに止まる。このような格差は、各人の祖先が、モンゴル帝国に基準した、順番、タイミングに由来するものであった。さらに、モンゴル人の中でも、チンギスカンの最高幹部、四春の家系は、別格扱いとされ、最小クラスの人材を多数排出した。明朝の成立によって、大元ウルスが北走して以後、景色が、 どのように運用されたかは不明である。しかし、ダヤンハーンイゴハーンに直結する部族として知られたチャハルには、化粧店と呼ばれる集団がいたことが記録されており、北元時代もある機関は、シク制度が存続していたと推測される。救事をする、バウルチカサを差し出すスクルジオモに、神衛隊として知られるシクであるが、カーンの身の回りの世話を行う、火星機関としての側面も有していた。 特に、衣を司るスクルチや、食を司るバウルチは、カーンの生命に直結する仕事であるため、化粧な役職の中でも、重要視されていた。終始には1189年の時点ですでに化粧の中に、バウルチが存在していたことが記録されている。化粧内の火星期間としての役職は、化粧が拡大していくに従って細分化され、原始には、現代の化粧感として、 以下の役職が記録されている。活性機関としての景色の役職は、現代に入り、官僚制が整備されると官府に所属して、職償を遂行するようになった。名前こそ、中国由来の官府になったものの、実態としては該当の景色官が官職を兼ねて、活動するため、実質的に景色官が名称を変えただけの存在である。例えば、 カーンの食事に携わるバウルチはまず、首来即位直後に設置された、ナオ食ナオ薬局に所属し、資元14年には、これが、ナオ全員に昇格し、資元18年には、仙器員と称するに至った。さらに仙基員には、太医院、クヌぎ川英治、凶房師、ナオ食、ナオ科、ナオという会部局が設けられていたことが記されており、現代において、 景色内の役職が相当細分化されていたことを示唆する。マルコ・ポーロの記す東方見聞録には、宴会の際に、叱るべき席を指定する、役目の交換や、給仕する数名の交換がいたことが記されるが、これらはそれぞれ選挙インイコールバウルチに属する、交換であり、前者が、くぬぎ川栄治、後者が、直職、直お直三局に相当する。また、 共謀師は、宴会の際に行われる、大道芸の芸人たちを管理する、者たちの役職名であったと推測されている。また、化粧は、将来のモンゴル帝国国政を担う人材を育成する、幹部養成機関、官僚予備軍としての側面も有していた。最初期に化粧を務めていたボールチュ・ジェルメといった残るたちは、帝国が拡大するにつれて一軍を率いる、指揮官になり、 シンギスカンは、モンゴル帝国建国と前後して、彼らが抜けた穴を埋めるように千人隊長の指定で、優れたものを選抜して、下宿に入隊させた。彼らは、下宿での活動を通じて、経験を積んだ後新たに千人隊長になることが想定されており、モンゴル帝国の貴族層にとって、下宿の経験は、国家の幹部になるための重要なステップとして認識されていた。 クビライが即位して、大元ウルスが成立すると、ケシクは、元の官僚制度を担う、官僚予備軍としての側面を強めた。ケシク出身者が、官職に就く場合には、手の平領官による推挙と、カーンが直接抜擢する場合の2種類があったが、いずれも、最終的には、カーンの直接的な裁量によって決められており、ケシクはカーンに直属するという原則が守られていた。 また、現代の家宿で特筆されるのは、家宿出身者が感触を得た後も家宿の業務を続けていたことで、講述するように家宿の長官は、官所の長官職を兼ねるのが常であり、家宿内で高い地位にあるものほど高い感触を兼ねるのが一般的であった。大元ウイルスの中の高来の一前述したように、モンゴル高原には古くから属長が、 他の遊牧勢力に投降する際に、拓信の代償として、トルカクを差し出し、このトルカクが遊牧訓長を警護する、新衛隊になるという制度が存在していた。このトルカク制度には、出資を取ることで投降した勢力を牽制する、出資を新衛隊の一員として、君主との主従関係に取り込んで、将来の幹部層の一人として訓闘する。 という二つの目的があったと考えられている。チンギスカンの制定した、シクは原則として先任隊長の指定から選抜するよう定められていたが、モンゴル帝国の征服地が拡大するにつれて、モンゴル帝国に降伏した旧王国の王族がトルカクとしてケシクに入隊する事例が増えるようになった。モンゴル帝国にトルカクを出していた属国の中で最も著名な例が、 朝鮮半島の高麗王国である。高麗では、オゴデーカーンの知性に、冒険王族のエマモルコ王を王子と偽って、トルカクに差し出して以来、その滅亡まで、定期的に王族を、トルカクとして、モンゴルの宮廷に差し出していた。特に、クビライの即位と前後して、トルカクとなった、中列王は、モンゴル人公式トルク・ケルミ州をめとり、これ以後高麗王家は、 モンゴル宮廷とより一層親密な関係を有するようになった。このような高麗へのルカクの要求はしばしば高麗への抑圧的政策として否定的に評価されてきたが、現在では高麗王家とモンゴルのカーンとの結びつきを強め、馬としての高麗王家の地位を高める側面があったことが評価されている。また、秋世では永楽三が捕虜となったコムル国の王子特等、 自らの側近くで使えさせ、徳都が成長すると、コムル国に送り込んで王に即位させた、という記録が残されている。これはまさにオ本モットウルスと高来の関係を再現させたもので、エ楽ラ門は、徳都を、出資として扱うのみならず、親衛隊としての活動を通じて、自らとの間に、君神関係を育み、改めてコムル国王にさせることで、間接的にコムル国を、 勢力圏に入れようとしたのだと考えられている。十二死による日の区分モンゴル帝国及び大元ウルスにおいて、景色は四般に分かれて、各班が三日ごとに交代するよう定められていた。原始には以下のように記されている、四教、説、大ソチンギスカンの後進であるボロクルボールチュムカリ、チラウンラは時にドルベンクルードと呼ばれ、また、四欠とも称された。 チンギースカンは彼らに命じて、化粧の長官を務めさせた。化粧とは、中国でいうところの万事家、宿営である。宿営は3日ごとに交代し、親友犬の日はボロクルが担当して、これを第一化粧、すなわち家家化粧と呼んだ。ボロクル家は早くに耐えてしまったため、チンギースカンは自らの名分でこれを投了した。 家系というのは、カーン自らが投了するところからついた名称である。イネウ牛の日は、ボールチュが担当して、これを第二景色と呼んだ。トラウタツビの日は、ムカリが担当して、これを第三景色と呼んだ。ミウマミヒの日は、チラウンが担当して、これを第四景色と呼んだ。チラウンの光栄は途絶えてしまったため、その後景色は、常に右上昇が担当した。 四教、説、大祖更新博子化骨、広子子化、受けら、木化始む、赤老音、次号里藩曲律、なおこと四血なり、大祖命その余量教、説これなが、教説者、なおこと番次化宿営なり、盆宿営、毎三日、字一皿。親友犬美、広子子化骨量の、ため、第一教説、即なり、家教説、広子子骨馬屋、 体素命も、別足部代の、しかも非音血更神の類、個体素いじめ量の、その運なりかしゃ、こと天使事量のゆえなり。稲薄比、広ししか受けら量の、ため、第二教説。トラウタツビ、木か始む量の、ため、第三教説。みうまみひ、赤老音量の、ため第四教説。赤老音語で。その後教、節つねも、 宇城少量の、原始末期99平氏にこのように、チンギスカンの後進として著名である、四春とその子孫が、家粧四般の長官を務めるという制度は、おおむね大元うるす末期まで、代々続いた。ただ、この、原始の記述は、ボロクル家とチラウン家の記述を逆にしており、実際には、ボロクル家が、現代中期まで、第四家粧を担当しており、 現代末期に至って断絶してた家が担当するようになった。一方、チラウン家はすぐに断絶しており、このため現代を通じて、第一景色は、家家家色の名前で、カーンに直属することとなった。当初の原則では、ボロクルアイコール第一家色、チラウン家イコール第四家色であったのが、チラウン家の断絶によって、ボロクル家が第四家色を担当するようになり、 大元ウルス末期になって、ボロクル家もまた断絶したことから両家を混同するようになってしまったのだろう。四家宿の長官は、モンゴル帝国の宮廷において、絶大な影響力を有し、交換中の交換が務めるのは常であった。特に大元ウルスにおいては、家宿長は、中央の三代官所たる、中書省、数密院、吉大のトップを兼ねるのが通例であった。一方、 しくは、時のカーンとの関係が密接であるため政変の影響を受けやすく、人相政権によって左遷させられた、ワイドゥ、南派の変にてカーンと共に暗殺されてしまった、バイジュなどがいた。このような政変の中で、風神部、ボロクルケは大元ウルス末期に断絶してしまい、右上昇ト虎トがこれに変わる事態となった。前述したように、大元ウルスの命令文には、 景色長の名も記されるため、どのような人物が景色長を務めていたか、ある程度は復元可能である。ただ、第一景色のみはカーンに直属していたために、景色長は、家家としか記されず、月会、なおかど、ハイラといった人物が第一景色ではないかと推測されるのみである。百六十八年、南京で建国された明朝の攻撃を受けて、 大元ウルスは大統を疾患し、頂上遺南の領地を手放し、モンゴル高原に回帰することとなった。北元時代においても景色制度は存続していたと見られるが、記録が少なく詳細は不明である。15世紀末、バトモン家がダヤンハーンとして即位すると内乱を続けていたモンゴルの諸部を再統一し、大ハーンはチャハルブを率いることとなった。チャハルブには、 カツシツタンと呼称される回集団があったことが早くから明朝の資料に記録されており、これが現代の景色につながるものと見られる。しかし、北元時代の景色点はやがて新衛隊ではなく、独立した遊牧集団となっていった。チャハル部はまた、蜂を徳チャハルとも称されており、八つの遊牧集団から構成されていたが、そのうちの一つがヘシグ店を徳であった。 ヘシグテンオトクはダヤンハーンによって息子のオチルボラトに分布されたという。17世紀、新朝が交流するとチャハルブのリンダンハーンはこれに対抗したが失敗し、最終的にチャハルブは新朝に投降した。新朝はヘシグテンウをジョダメーヘシグテンバタに編成し、これが現在の中華人民共和国内モンゴル自治区、ヘシグテンバタの前身となった。 うの2018,248から254ページ。訳文は宮2012,39ページより引用。なお、宮のりこはこの他にも、スグシン、カラスワイしん、しらき大しん、こらくしん、ひつちくしん、おりかいしん、ふしん、ひつじまという復元案を出しているが、これらの復元案は、松井ふとしによって、チュルク語、モンゴル語の文法規則を無視した恣意的な語形成や、 未在証の形式に基づくものが多いとして批判されている。宮に千0 1 2 39から40ページ、本田千九1991、12ページ、村上1972、250、254から257ページ、千九百1991、23から25ページ、屋内1930、221から226ページ、 片山1980、12から30ページ、高橋2017、222から231ページ、森平2001、片山1980、森川1976。ありがとうございます。